さあ行きましょう。68回からです。前回ガチでヤバかったですが、しのぎきりました。まあ、2回走連続のモンスターハウス、チンチンやね、マジで。ああなると本当に、よし、まあ、これもね、まあ、眠る、向き合えるっちゃ向き合えるんですけどね。まあ HP だけの問題なんすこいつも。あとはあれか、絶対寝ないやつか。寝ないやつ持ってないよな。眠りよけがここに来てね、眠りよけの指輪をもし持ってきてたらって感じなんですけど、ここに来て持ってきてないからね。ですよね。銀の矢欲しいわ。ちょい待ち。インパスで。ルカにゼロ。まあ枯渇してくるよね。もう向き合う。HP でなんとかなるやつは向き合う。ルカにはもうそんなに重要とは思ってないですけど、まあ、パン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 振っていく感じやね。もう向き合う、向き合うと決めたら楽、本当に。 HP が50切ったら回復。出た。うわー、アフロディーテ、終わらない悪夢やな、マジで。合成させてほしいっすね。悪魔でしょこいつ多分。終わんねー。飛ばしてもらおうか、ドルイドに。飛ばしてくれねー。オッケー、すぐ近くにおるし、こういう時にね。まあ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 、とりあえず OK。 逃げ切れればどんなことでもいいんですから。よしよしよし、階段さえ降りればあんなやつら関係ない。しゃあ、一回分降りるだけでもめちゃくちゃ価値があることやから。そんなに遠くないな、そんなに遠くない。もうここは身代わりやな。なるべく敵が遠いやつに身代わりを入れたいですね。敵から遠いやつですね。クソムーブ、こいつでいいか。
さあ、オッケー、70変われ。巻物ありましたけど、くー、まあ、ここは HP でなんとかなる。巻物は見に行きたいかな。きつい、めちゃくちゃ減ってく。あ、魔法自体も治るんやね。もうレベルも上がらなくなってきましたよね。もうちょっと攻撃力、あともうほんま気持ち多分5ずつぐらい与えられたら勝てるんやと思うんですけどね。下こっちから回っていこうか。いや、巻物、巻物取りてえな。くそー、体力でゴリ押す。階段はあります。巻物取りに行きたいっす。一応アイテム確認だけするか。くさ、メダパニソウ嬉しい。いや、もうほんまになんかしのげないんで、多分ちょっと巻物取っとかないと。向き合ったら大丈夫か。うわ、なにこれ、地雷。あ、あれか、部屋か。また地雷すごいなこれ。怖。うわー、地雷すごいな。でもこんなん一応使ってみようか。無理じゃないこれも。はい、意味がわからん。まあ、やっぱ基本的に罠抜けみたいなのがないと成立しないかもしれないですね。アイテムおるな、ど真ん中に。ツルハシは持ってきたけど、どうやったって無理ですよね。まあ無理やね、不可能ですね。せっかくですけど、ここはする。まあ、罠、やっぱ罠を抜けたり、まあ、埋め立てっていうか、あそこを通り抜ける策が必要やね、多分。踊らしてみろや。インパスかー、しょっぺーなー。もうめんどくさいし、保存をきれいにしよう。きれいになりましたよ、保存が。向き合うか。そうかー、あんなんあるんかー。なんかいいもんありそうやねー。間に合った。いや、撃ったかな。だってほんまにどうやるんやろう。まあ罠を壊すやつと、でもあれですよね、水に浮かんだ状態で落とし穴もあって、
で、ようわからんな。まあ知らないと初見ではどうにもならない感じですよね。おそらくね。びくしゃ、一瞬沈まんなや。どこ向いとんねん。っていうか71回でまだ敵変わらんのか。開始の一撃出ても倒せない。2発で倒せない。お店も出会わないですね。偶然にでも出会ってくれてもいいんだが。しゃ。偶然にだって。あ、間違えた。出会うこともあるはずよ。よっしゃ、集中。71やで。もう70まで来てんねんで。よし、もう降りるか。壺。合成の可能性。いや、欲しいっすよ。欲しいっすけどね。この距離感なら。いや、まあでも、大部屋やってっていうのも考えるんですけど、ドルイドに振られたら終わりやからね。しょうがない。もうそういうアホなことは72回、マジで変わんないっすね。最後までこれでいくつもりか。いや、もう2パターンぐらいはあるでしょう。おそらくドラゴン最後に上位互換来ると僕は踏んでるんですけどね。最後のとどめというか超火力野郎が、その火力系の鬱陶しいやつも出てくると思うんですよね。マジで80、80みたいな、それは大いにあると思ってる。そこで最後世界樹が役に立つって感じになるかなと。この特殊な場所はやっぱり基本このアイテム使わされて特殊系をどん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 消費する感じに なって、でそこ終わったら次鬼のパワー系ゾーンみたいな感じに来そうな気がしてますね。動いとんね。天つく。よし、嬉しい。天つく。最後の天つく。最後にしてくれよ、もうほんまに。杖は嬉しいね。これは嬉しいっす。これだけでも6匹7匹か敵を完全に仕留めることができますので、向き合う。オッケーオッケー、完全粉砕。壺来たか。合成やっと来た。デーモンバスター入れますわ。ちょっと待ってよ、安易に行くな。デーモンバスター、刃の盾もすごくいいんですよね。ただ刃の盾はあいつとかが増殖する可能性とか、アントに眠り食らっちゃう可能性とかも視野に入るので、ここはやはり悪魔系をサクッと
サクッととまで言えんけど、ある程度た早く倒せる可能性が出てくる。いや、もうやりたかったからデーモンバスター行きますわ。これは僕デーモンバスターを行かないと後悔する気がするから、絶対デーモンバスターやんで、ロールクラッシャー2が一番いいかな。3はもうないかな。そうですね、ロールクラッシャー2で、剣を少しだけ強くできます。これでうれしいです、マジで。集中してね、間違わないようにね。一応マイナス1なんでね、デーモンバスターは。呪いはでも解除は完了しておりますので、早速試し切りの相手が来ましたわ。ニックキシェア。嘘でしょ。いやまあでも効いてるよ、2発で絶対倒せるようになってる。ベロベロはそれだけでもでかいって、3発かかってたんだから。いや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 、もう全然でかいから。これがもう、これこの一巡が違うんだから、マジで言い聞かしてるやん自分に。いやもうでもそういうことなんです、ことなんだす。でもこれもこう、ほら、ベロリンガース、リンガー、リンガー、ベロリンガー、リンガーハット的な。よっしゃ行く。いやもう階段、お願い階段。なんか重い、すっごい重い。アントンのせいかな、アントンのせいかな。テンツク、地形を利用するテンツク、テンツク。クソテンツク。よっしゃあ、天津くんにも効くようになってる。やった、来てるぜ来てるぜ。おらてめえ、クソ天津くん、こら来いや、踊ろうぜ、ワルツを踊ろうぜ。よっしゃ行く。いや嬉しい、天津くん2発か、クソ天2発。テンツクとワルツ踊れる余裕ができた、これは嬉しい。踊ろうぜテンツクよ、く踊っている場合じゃねえ。まだ大丈夫、まだ大丈夫。つむつむつむ、あいつうぜえなー、こいつうぜえなー、ほんとによてめえは、ほんとによー。モノか、モノか、モノか、どこか、モノかはどこか、これテイッ。今さら剣なってんじゃねえぞ、これ。口封じされてるから地味に結構危ないんですよ。
踊らされた時に唯一使える口が封印されているということですよね。あった、階段。あいつクソやな、マジで。何でもやってくんね、封印もやってくんね。おっしゃー、ゆわっしゃーみたいになった今。愛で空が、愛で落とし穴落ちてくる。すごい北斗の拳みたいになりましたわ一瞬。75回。いや敵の雰囲気変わった気配なし。どこまで行くの、もう結構長いっすよこれ。付き合ってられへんねこれ。もうおし、うわーおるねー。しかし向き合える方々ばかりか。くそ、うわっ、向き合うしかない。やばい。ミミックさん。マジでボミオスではダメ。ミミック行こう。幸せの種かを飲みましょうか。アイテムがね、階段の方に見せ。しかし口が使えないんですね。5万、たっけ。いやでも口が使えないんですね。5万、たっけえな。あれなんなんやろ、インパスってもう持ってなかったっけ。持って帰りたいぐらいのもんですけどね。びっくりした。まあでもそもそもあの使えないのでもういいです。76、変わらず。うわーきつい。追記です。ここを利用する。環境利用投法、これぞ環境利用投法。一匹ずつ相手しましょう。まあ、遠距離のやつじゃないっていうことですね、これでね。うわおるなー、タバになっておるな、マジで。もう使いたくねえなー、矢をね。敵のお姿が見えない。こいつか。いやー来とんな、めっちゃ。うわー、うわまいるわ。まあ振りまくって
倒しきるのもまあありなんですけど、あるかを確認したいんです。ルーラソー1個だけやもんね。ソーソーは使えない。こういう時どうすればいいんや。マジで聖域置くかな。杖の温存なんてことを考えるなよっていうこともあるんすよね。そんなことを考えずに、ここでミミック打って、倒せますよね。で、こいつにボミを投げて跳ね返るんで戦わない感じですね。寝ちゃうんで。ケアしのいだ。オッケーオッケー、どうぞどうぞ。ラリホー状態だったら跳ね返らないですね。天つく。オッケー。いや、やれてるやんやれてるやん、全然やれてるよ。起きとらへんね。下は草。やっとお金いけるところまで回復したい。来やがった。現実が来るから、まあ、それまでに逃げると。近い。これはでもほんまやばいな。もうこれで身代わりがなくなるんすよね。絶対ミスは許されない。回数がこれでゼロです。いや、もうすごい戦いになってきてます。78、まだ99にはだいぶ遠いですね、感覚としては。79。敵の種類は変わらず。
いやこれね、僕結構ちゃんと寝て集中力回復したつもりだったんですけどね、いやきついね、やっぱめっちゃくちゃ。初戦はやっぱり、多少寝ただけではって感じっすね。くそー、こんだけやってこれかよ。広い。階段なし。敵は動いてるやつはこいつだけか。アイテムは2つ、お金とお金。くそ、向き合いましょう。ラッキー。おお、死なねえなこいつも、強いっすね。ありがたい。厳しい。80回変わった、ブラッディーハンドに変わった。仲間呼ばれる可能性あるぞこれ。デビルロード外れまくってるけどめっちゃ怖え。火力系に変わりましたかね、この雰囲気。変わったのはでも嬉しいなぁ。いやちょっとしのいだんじゃない、マージマタンが OK。 こっからだから敵の種類を確認しながら、一番やばいのは誰だと。うおぉ、引き寄せ。同一部屋内で引き寄せてくんのか、めちゃくちゃ怖いやん。ほら、階段目指して歩いててボンって感じですよね。いいこともあるけど悪いこともあるって感じやな。そのしのげる可能性もゼロではないですけど、ただ結局それは火力系になるので、まあ仲間呼び寄ったら話は別。呼び寄るよねやっぱ。つーえー、大魔神さん、うわつーえー、出たー、嫌がらせ。メガザロック、楽しいぜ。ただまあちょっとマシにはなりましたよね。今のその雰囲気というか、おる感じ、デビルロードもちろん強いですよ、めちゃくちゃ強いですけど、火力系なんで、いやめっちゃマシやわこれ。メガザロックと2匹、無理無理というか、まあ相手にしたくないと言いますか。ほう、これはベホマかな、やってみて。全開や。倒すのだけでめっちゃ大変やこれ。自分がセタロったらめっちゃ楽ですけど、通路側にね、通路の背中側に持っていけたら、うわーでかいでかい。ミミック、ミミック主力武器やからね。
最初に見つけた時に思った気持ち、今でも忘れてない。これめっちゃ強いぞっていうその気持ち。でこの大魔神についていくと、レミレレレミラー、ちょっともうここまで探索したらもう持っていこう。次のフロアレミラや。おしおし、83。あいよ、おう、なんかあるけど、ルカナンは次の回でいいかな。あわよくばレミーラで店とか思ったっすけど、探索の必要はないよね。84。ここでルカナン行きます。向き合いを楽にする。それでも一撃ではもう倒せないですけどね。レベル上がった。85。ちょっと逃げようかなと一瞬思ったんですけど、やっぱり呼ばれたね。おいで。やっぱり呼ばれました。66、メガザル66ね。めんどくさいからこいつから処分して、というかまあいいのか。そう、ここは隣接できないからメガザウロックの効果がなくなるのよね。おっと、カメさん、ランドタートル囲まれてるんじゃない今。ランドタートルっぽいやつ上にもおったっすね。危ない危ない危ない。そんなめちゃくちゃ強くはないだろう。350食らうってことはないだろう。めんどくせえやつだなこれ。腹ペコ。あ、そう、久しぶりに聞きましたね、腹ペコ。パンの巻物はあるけど、何をパンにするかっていうものがないから、さっきのそれでいいか。もう多分パン食べることないぐらいやと思いますけどね。ラストパン、ラスト10つく&ラストパンです。これは見に行ってみようか。探索できる余裕が若干あるぞ。若干っていうか結構ありますね。予想してた通りというか予想してた以上ですね。これ店とか見つけれるかもしれんよね。これ85やん。多分ね、ほんまにやばいの90やわ。90か91から始まるんやわ、多分。ほんまにやばいのが。だから、そのための準備を、あとこっからでやれってことなんじゃないかな。もうちょっと探索しといてよかったな。もちろんレベル上げもですけど、もうレベルはもうええかなと思うんで、アイテムとか、お店とかを、探索しとけっていうことやと思うんですよね。ちょっと次回、じゃあこっからスタートしたいと思います。